やっていきましょうかね。ほんとパーティー変えるたびに弱体化するんだよな。俺もね、火力ぶっぱポケモンじゃないとね、ダメなんだよね。サイクル戦とかも苦手なんだよね。飛行力もないし、読めもないし。読めもっていうか、読み切れないってこと。人間。今もっと。これどうしようかな。初手認むかランドだよね。まあいいや、タスキの剣もありそうだからマンム出しておくか。マンム初手で行こうかも。安易すぎるけどね。うん。で、何とかできそうなガルーラ。陽気だからね、サーナイトもね、メガ進化する前だったら抜けるんだよね。あ、抜けると言っても臆病、臆病だったらちょっとわかんないけど、臆病はないと思うし。ギルガルドも刺さってないんだよね。スカーフランドがもしちゃんとした答えだった場合は、地震で角位置なんで。どうしようかな、これ。ギルガルドでも刺さってないしな。でもいや、ギルガルドはいや、めんどくせ。何しようか、BGM。これでいくん？めんどくさい。いや、つらい。一番最初パーティー戻そうかな。でも今ちょっと対策されてそうな気するけどな。あのエルマンダというパーティー。うん、あのエルマンダパーティーめっちゃ刺さった、強いからね、あれ。やっぱミトムから来たか。もう分かってるからね。いって、で捨てろ。あら、あららら。でも引っ込めもできないからつららばりで粘る。フリドラ欲しいね。遺伝子させたくないし、めんどくさいし、フリドラ特殊だし。それなら鬼氷やね。まあ鬼氷ありやな、普通に。鬼氷でも村家によってあれやだからな。鬼氷ってどうなん？どっち向きなん？ C 向きなんの？ A 向きなの？あれ。ここでドロップオンでこと、これいつ、メガネか、スカーフだろ、スカーフかな。待って、マムでロトムをここまで削る、考えてなかったんだけどね。そしてマム自覚ありすぎでしょ、ちょっとあんた。ドロップオンカワースした、スララバリン当たりすぎ。ちょっと相手かわいそうか、やめてあげて、そういうのはね。うん、ちょっとそれはかわいそうすぎる。スカーフだった場合のこと考えて、こいつギルガルド出しとくわ。ガルーラ、スカーフじゃなければガルーラの方が早いんだけど。うん、シャドーボーとくわ。冬打ちやっぱ切るのつらいね。トリックは自然にできないし、つるまき警戒してる感じかな、もしかして。また時計の音入った。こだわってないし。なんやねんお前は、じゃないやねん持ち物、お盆でもないし。
ならガルーラで抜けたわ。もうだってあの場面でドロポンって考えると普通こだわってると思わない？俺だけ？もしかしてあれ。うわ出たよスカーフランドロス。お前お前お前うっせえよ。全然入んないね。一応キングシールドしとくわ。耐えないんだけどね。禁止してもうフォルム変わっても自信耐えないんだよね正直言うと。最悪だぜ。はい自信分かってる、ね、ガルーラ答えもできないからてかランドロス突破できねえし。クソだわクソだわクソだわ。耐えないよさすがにこれ。どうしようかな、パーティー戻そうかな。でも戻したところでも負けそうな気するんだよね。俺の勘は大体当たるから。まあ自称は当たるって言ってるだけだから分かんないけど、でも実際俺がうーん何なんかなって言ったら基本的に当たるんだよ。うわ一角残してきやがってめんどくせえ。なるほどな、ね、読めたら身代わり貼れたんだよ。そしてワンチャンあったんだけどね。バカだろ俺ここまで読めないというね。こんなことも読めない俺はただの雑魚、はい、ランドル自身耐えないんだけどねガルーラ。威嚇込みだし恩返し落ちるかもうわやふやだしな。クソだわ。不意打ち持ってないんだよね。不意打ち。あ、じゃあ不意打ち考慮してないのかな。まあいいや。あれ？スカーフじゃない。嘘だろ。嘘だろ。スカーフじゃない。あら？切り刻んですか。はい。これ落とせないんだけどね。鶴舞しづらいんじゃないかな。自信打つわ一応。1段階下がってるからさすがに切り刻み落とせないんだよね。ああやっぱりな。でどのくらい入る次。うそだろう。リベンジ持ちかよ。吸収吸収なくても死んでるわ。切り刻み攻撃力高いし。おお面白いなお前。リベンジ切り刻み初めて見たわ。だからリベンジレートで見たの初めてだけど。面白いな、お前。やるじゃん。パーティー戻そっかな、エルマンダに。エルマンダ結構安定すんだよな、何気に。でも戻したくもないっていう気持ちが大きいからな、どうしよう。まあいいや。俺の気分次第っていうことで。まあ、ここで今日は終わりたいと思いますわ。はい。はいはい。終わります。